どうも皆さんこんにちは、キヨキヨでございます。今回はですね、このテンプレ配置ですよ。やっぱとろ揚げしていくとですね、どうしてもこういうテンプレ配置結構合うんですよね。このテンプレ配置を、100% 取る星さんリプレイを紹介していきたいと思います。壁以外はヒーロー40-40カンスト、そしてエアスウィーパーが、設置されているという村でございます。もう壁以外はカンストと言っても、言いますね。はい、ということで早速リプレイを見ていきたいと思います。こちらはですね、超絶援軍 .com さんのヤマトさんという方が、提供してくださいました。ありがとうございます。早速見ていきましょう。まずはですね、もう流れとともに説明していきたいと思います。まずはですね、ラバハウンド、ラババルーンで援軍、釣り出しをしていくんですね。これには非常に大きな意味がありまして、ただ単に援軍釣り出しをするのであればバルーン数体でいいんですよ。しかしながらですね、ぜひとも注目していただきたいです。こちらあのですね、防衛施設を削っているんですよね。4面攻めのように、その4面攻めはその最初の援軍釣り出ししつつパーセント稼ぐって感じですけれども、こちらは援軍釣り出しをしつつサイドカットをしているんです。はい、ご覧ください。こちらここら辺にも防衛施設がないんですよね。要するに、こちらからバーッといった時にサイドカットをしているわけです。こちら非常にうまい。さあここで援軍処理です。バーバリアンでですね、まずはターゲットを取らせた後にバルキリーが出ています。ここで一掃ですね。そしてアーチャーがちょこんとね、ちょこんと援軍処理も最後までしてくれました。さあここでですね、こちらご覧ください。こちらに、ね、ウォールブレイカーが来るんですけれども、はい、ウォールブレイカーが来ました。ここでですね、先ほどのこちらにはですね、今回、バーバリアンキング、そしてウィザード、ヒーローでですね、こちらと同じようにサイドカットをしていくんです。はい、見ていきましょう。ここで、ウォールブレイカーがもう投入されていますね。はい、そしてここで壁を、開きました。そしてアーチャークイーンの処理、そして、自分のアーチャークイーンでウィザードタワーとか、敵の対空砲を処理しようとしています。さあここでもうラババルーンの登場です。この時点でですね、ここら辺にも防衛施設がないのでバルーン、ラババルーンは直進してくれますよね。もしですね、ここら辺の対空砲を処理していないとラバハウンドこう向かってしまうんですけれども、ラババルーンの通り道をこのようにして作っていると、もう本当に見ててわかるリプレイですよね。この一瞬でわかるリプレイかと思います。さあここで、アーチャークイーンもまだ生き残っています。さあここでですね、もうラバハウンドがまだ、ラバハウンドはもういないですね、この状況では。しかしながらですね、このバルーンの数ですよね、やはりそのバルーンの無駄な動きがないんですよ。サイドカットしているので、直進してくれているので無駄な動きがないため、バルーンが最後まで生き残ってくれているわけですね。はい、そして、まだですね、アーチャークイーンのロイヤルクロークが残っている状況で、アーチャークイーンまだ体力はあります。さあここでウィザードタワーで結構バルーンがその死んじゃうかなと思ったんですけれども、最後はラバパピーと、ガーゴイルによってアーチャータワーを破壊、そして、最後に、残ったアーチャークイーンで、もうこれドヤ顔のロイヤルクロークですよ。もう私が適当に名付けているんですけども、はい、ここで 100% と。今回のポイント皆さん見ましたか？ただ単にラババルーンで、やっていくのではなくてですね、しっかりとサイドカットをして、ラババルーンの道を作っていくというですね、リプレイでございます。さあもう、もう一度見ていくことにしましょう。流れ的なものを2倍速で見ていきたいと思います。まずこのようにしてラババルーンでですね、まずサイドカットをしていきます。まあゴレウィズのようなサイドカットではなくてですね、その村にこうまたがるサイドカットですよね。はい、そして、バーバリアンで援軍釣り出しをしていく。そしてここでもですね、本当に援軍処理本当にうまいですね。バーバリアンを取りにして一掃ですからね、一掃本当にうまいですね。そして、逆サイドにはヒーローとボールブレイカー、そしてバーバリアンキングウィザードヒーローによって破壊していきます。これ本当にね、本当にこれができているので、ここででも、ラバハウンド2体出しですよね。面を取ることなく1つの対空砲にラバハウンド1体バーッとやることができる。さあここでレイジフリーズでですね、本当に、どんどん押し進んでおります。はい、これ本当にうまいですね。はい、今回の、私がですね、今申し上げてきましたポイントといいますのは、援軍を釣り出す際にサイドカットをしながら援軍釣り出しをすると、その逆サイドを
このようにしてヒーロー、ウィザードとかで、サイドカットをしてバルーンの通り道を作る。そして最後は、アーチャークイーンとかで、ラバパピーとかもですね、非常に生き残っているので 100% が取れたというリプレイでございました。今回は超絶援軍 .com さんのヤマトさんのリプレイを、参考にしてですね、実況というか説明させていただきました。ぜひともですね、この攻め方皆さんも真似して 100% 取ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。